早麺です。今日は秋田市のホテ屋さん、新しくできたお店ですね。こちらに行こうと思います、はい、こちらの方が限定の冷やし貝ラーメンに、貝ご飯ですね。こちらをそれぞれいただきました。こちらはアサリのしぐれ煮だったかなと思いますね。いただきましょう。冷えてても貝出しっていうのはしっかり味わいが効きますね。ラーメンの方があっさりに対して結構ね、山椒のスパイスが効いた美味しいご飯ですね。この後もいただいてきます。はい、いただいてまいりました。こちらの方は、福岡の店主さんがね、下北で作っているお店の、分店になるみたいですね。で、買い出しにね、ちょっと牛のスープだとかを混ぜてっていうような形で新しい境地を、作り出したっていうことがありましたけどね。いや、本当に美味しかったですね。で、冷やしの方も麺はもちもちした感じでね、噛み応えもあって美味しかったですし、やっぱりね、貝だけじゃなくてなんか動物系入ってるなと思ったんですけどね、牛なんですね。いや、だから本当に、ね、美味しかったですね。で、下北の方の、ね、お店もちょっと行ってみたいなと思いました。以上、ベンでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。